同案率が森田を叱責。北中米ワールドカップ出場を目指し、アジア二次予選を戦うサッカー日本代表。先日行われたホームでの北朝鮮代表との試合で苦しい時間帯もあったが、1対0で勝利を収めている。日本代表といえば、アジアカップ期間中の伊東純也のスキャンダルによる離脱や、優勝候補筆頭と評される中、ベスト8で終わるなど、不安定な状況が続いており、この試合も想定外の苦戦を強いられた。そんな試合の中で、ある場面が話題に。その場面は試合後半、相手のクロスに対して競り合った堂安が森田を叱責。この場面について堂安は、前のプレーで森田くんがボールを失ったまま、少し下を向いている間にスローインからやられたやつなので、と理由を説明。失うのは全然いいです。とした上で、1、2秒下を向いている間にスローインからクロスを上げられてるんで、それは絶対にやってはいけないプレー。と断罪。しかし、終わってからも少し話をしました。全然健康的な話をしています。と現在は問題ないことを明かした。